それでは展示会を直前に控えた荻野綱久さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくします。そうですね、ドライブペイントと、普段の作品は、まずやっぱりその制作にあたる時間っていうのが大幅に、変わってきますので、まあ、今回のライブペイントっていうのは、まあ、音楽を流してで、ライトアップして、まあ、大体、2、30分の間に一つの作品を、完成させるっていうそういう、まあ、言ってみればこうアクションペイントというかかなりこう動きのあるライブペイントになるんですね。でなので、まあ、その作品にかける時間っていうのが、約20分ぐらいになって、まあ、それは言ってみたらこう普段の制作スタジオにこもって、絵を描く時間のもう本当に何十分の1、何百分の1っていう短さの中で作品を作り上げるので、まあ、どうしても全くこう、普段の、スタジオでの作品とは趣が異なるというか、作品のこう、テイストだったりとか勢いっていうのは変わってきますね。はい、はい、そうですね。まあ、今回の展覧会は、僕の中でも初めての、試みで、アクリル板に描いた作品を、主に展示する展覧会になっているんですよね。で、まあ、その今回の展覧会に向けてそのアクリル板っていうものに、まあ、もともと描いたことはあったんですけれども、まあ、そのアクリル板の作品を今、ちょうど描き溜めてはいるところなんですけれども、普段はキャンバスっていう、 こう、木枠に、布を貼った、ものに絵を描くんですけれども、まあ、それとはまた、アクリル板なので結構こう描く時の、質感だったりとかこう感触っていうのは全然変わってくるんですね。で、言ってみたらそのアクリル板の作品ってライブペイントの勢いの作品と普段こうキャンバスにゆっくり時間をかけて描いてある作品の中間のような感じ のテイストになるというか、その勢いの部分と、まあ、その繊細な部分というかそれのこう中間に当たるのがアクリル板 の作品になるかなというふうに自分では感じてて、まあ、なのでそういった作品を主に、展示する、展覧会になるかなと、はい、思っていますね。そうですね、なんか今年はまだなんかこう中止になったりとかっていうことはまだ一度もないですね。昨年の方が あったかもしれないです、やっぱりちょっと世の中の流れが、そうですね、変わってきてる、はい、変わってるっていうのと、あとやっぱその、展覧会を入れるタイミングだったりとかっていうのもある程度その去年 のこともあるので、ちょっとこう考えながら予定を組んでるっていうのもありますけどね。はい、まあ、もともとライブペイントで見せる、動きを見せる、方向と、あとまあ本当にこう画家として、作品をじっくりこう作り上げるっていう割とこう2つの、側面を持ち合わせているのが、まあ、僕自身のこうカラーかなというふうに思っているんですけども、まあ、今こういう、時代になって、やっぱりこうますます配信だったりとかこうそっちの見せ方、そのライブで、見せていくっていうことがすごくこう今後やっぱ大切になってくるんじゃないかなっていうふうには今すごく感じているんですよね。なのでそっちの方も同時にすごくこう自分の中で強めていきたいなと思いますよね。そうですね、もともと絵を描くきっかけになった人は、草間彌生さんですかね。はい、その草間彌生さんの作品に出会った時ってまだは、ミュージシャンというかバンドマンの時代だったんですよね。それまでは、もう本当にずっとこう音楽一筋で、まあ、自分はこの先もずっとこう音楽一本で生きていくんだなっていうふうにその当時は思ってたんですよね。あとこうちょっとこう行き詰まったりとかする、時っていうのは もちろんあって、ちょうどそういうタイミングだったんですね。なんかそのこの先自分がこう音楽で表現していくものってどこにこう核がこうあるんだろうみたいな感じで、ちょっとこう
自分の中で迷ってる時に初めてその草間彌生さんっていう人とその作品に触れた時に、それまではやっぱそのアートって崇高な経験を積んできた人にしかなんかこうできないような世界っていうイメージがまあ勝手ながらあったんですけど、それをなんかこう見事にこう打ち砕かれたっていうか、そこからまあ1週間もしないうちにあの絵を描いてみたんですね。でそこからが本当にこう、そこから徐々にこうアートの方にあの継承していくことになるんですけども、うん、そんな感じのきっかけでしたね。そうですね、もうそれが大いにあると思いますね。やっぱりそのね、もともと音楽やってなかったらなんかその、うん、例えばその草間さんの作品を見てもこれを自分で表現したいとか、なんかあの自分にもできるんじゃないかっていう感覚にはならなかったと思いますよね。やっぱりその音楽って字があって、そこであの、ね、こう自分 の, そのエネルギーの発散のさせ方っていうのを音楽を通して学んできたというか、うん、それがやっぱり大いにやっぱり関係していると思いますよね、うん、基本的には、まあ、こうキャンバスを自分の目の前に立てて、そこからどうしようかなと考えるんですよ、まあ、なのですごく行き当たりばったりというか、でも常にやっぱそのキャンバスを前にする前から絶対にそのなんだろうな、絶対に自分には描けるっていうのがもう揺るぎない自信みたいなのは結構常にあって、アイデアが先にあって動き出すんじゃなくて、ギター弾いてたら曲作れるからとりあえずギターを弾いて、こうなんていうかさまよう感じですよね。そうでも絶対に見つかるから、作るんだっていう気持ちで始めるんですけど、そう で絵もまさにそうで、まあ、もちろんその、インスピレーションってそのどのタイミングで湧いてくるかわからないので、もうだから本当こう描き始めるまでは自分が何を描こう、描くとかっていうことはほとんど決まってなくて、っていうところから始めることの方が多いですね。愛用の道具、実は道具に関してはそこまで強いこだわりそんなないかもしれないですね、はい。まあ、もちろん、このメーカーのこの色の絵の具は絶対使うとかそういうのはあるんですけど、まあ、そういうところですかね。筆とかも、まあすごいたくさんあるんですけども、これがないと絶対描けないとかっていうことはないかもしれないですね。そうこれは欠かせないっていうことで言うと絵の具になるかもしれないですね、うん、この色は絶対にどんな作品でも使いたいみたいな色はありますね、うん、ピンク系が僕結構使うんですよね。ピンクとかマジェンタっていう、そうなんですよ、あんまりこう、ね、聞きなじみないかもしれないんですけど、強めのピンクというか赤寄りのピンクというか、その色が結構自分の中ではすごいこう重要な色で、うん、そう、その色は結構欠かせないかもしれないですね、うん、ちなみに今日のお洋服は、はい、のポイントといいますか、まあ、そうですね、ポイントは気に入ってるところとかも、まあ、そうですね、まあ、気に入ってるところ気に入ってるところっていうとちょっとあれなんですけど、はい、うん、まあまあちょっとね、なんか最近で言うとちょっとこうなんだ近未来的な感じが結構自分の中では、うん、好きかもしれないですね、はい。じゃあ最後に、はい、ファンの方々へメッセージを、はい、お願いしますか。はい、6月の後半からですね、僕の中でもすごくこう、新しいというか斬新な試みの、展覧会に、なるかと、思いますので、ぜひともここでの、ね、展覧会に足を運んでいただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ以上、まあ、荻野恒久さん、本当に今日はお忙しいところありがとうございました。展覧会楽しみにしております。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。
今日は皆様、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。改めまして荻野綱久と申します。今日は、副市長、再生の炎をまとう、フェニックスをね描かせていただきました。今ねまだこのご時世の中でね、大変な思いをされている、方もたくさんいると思うんですけれどもね、そんな中でお集まりいただきまして本当に嬉しく思います。まだまだねちょっとこのご時世的に、なかなかね先が見えない状況ではあるんですけれどもね、この、副市長、フェニックスのようにね、情熱の炎をね絶やすことなく、この翼を広げて、明るい未来にね、フォーカスして、かけていけたらいいななんていう、思いも込めて今回描かせていただきました。ただいま2階の、特設会場に行ってね、私の、アクリルボードアート展といって、こういうふうにアクリルボードに、作品を描いた作品を主に集めた作品展を、開催させていただいております。私の展覧会の中でも、今回のこのアクリルボードの作品を集めた、展覧会というのは初めての試みでして、私自身ねすごく面白い展覧会に仕上がっているなというふうに感じております。よかったらね皆さんお時間ございましたら、ぜひこの2階の作品も約、ね、40点ぐらい今回展示させていただいております。結構なボリュームになっているのでね、もしお時間ございましたら、このまま2階の会場の方にぜひともご来場いただけたらと思います。今日は皆様どうもありがとうございました。